強くなるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。お前な、お前だって鎧の巨人を倒してえならもっと強くならねえとダメだろ。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。ああ、やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。